ユーリ・バンダ・ジェフスキーは、医師、病理解剖学者。ゴメリーカ大学所大学長。チェルノブイリ原子力発電所事故の影響を調べるために、被爆した人体や、動物の病理解剖を行い、体内臓器のセシウム137などの放射性、同位元素を測定する研究を行った。1957年1月9日に、ベラルーシフロドナ州で生まれた。 1978年、小児科医であるガリーナ・バンダ・ジェフスカヤと結婚。1980年、国立フロドナイカ大学を卒業、臨床研修を及び用理解剖学の専門家となる。1989年、ベラルーシの中央科学研究所所長に就任。ベラルーシコムソモール賞、アルバート・シュバイツァーのゴールドメダル、ポーランド医学アカデミーのゴールドスターを授与される。 1990年、ゴメリーカ大学に就任、初代学長、病理学部長を務める。ゴメリーカ大学では1986年の、チェルノブイリ原子力発電所事故以来、セシウム137の人体への影響を明らかに、するために、被爆して死亡した患者の病理解剖と、臓器別の放射線測定や、放射能汚染地域住民の大規模な健康調査。 汚染食料を用いた動物飼育実験などの研究に取り組む。この研究はセシウムなどの放射性同位元素が体内に取り込まれた時の現象と病理学的プロセスを解明するとともに旧ソ連時代からの放射線防護基準を改定することに寄与した。ゴメリーカ大学ではバンダ・ジェフスキーの指導の下30の博士論文が作成され200編の文献が 作成された。研究成果は、定期的に、ベラルーシ国内の新聞、ラジオ、テレビ、及び国会で報告されていた。1999年、ベラルーシ政府当局により、ゴメリーカ大学の受験者の家族から賄賂を受け取った、容疑で逮捕、拘留された。バンダ・ジェフスキーの弁護士は、警察によって強要された二人の証言以外になんだ。 証拠がないと無罪を主張したが、2001年6月18日、裁判で、休憩9年、懲役8年の実刑判決を受けた。大学副学長のウラジミール・ラブコフも8年の実刑を受けている。この裁判は、政治的意図による冤罪だとして、海外の多くの人権保護団体が、ベラルーシ政府に抗議した。国際的な人権保護団体である。 アムネスティ・インターナショナルは、バンダ・ジェフスキー博士の有罪判決は、博士のチェルノブイリ原発事故における、医学研究と、被爆したゴメリ住民への対応に対する、ベラルーシ政府への批判に関連していると広く、信じられている。と発表。実際にバンダ・ジェフスキーの逮捕は、彼が、セシウムの医学的影響に関する研究論文を、発表した直後に行われ、 冬が2001年6月4日に、キエフで開催したチェルノブイリ、原子力発電所事故による人体への影響に関する、国際シンポジウムへの出席も、不可能となった。この経緯は、スイス TV の特集番組、ニュークリア・コントラバシーで取り上げられた。ベラルーシ政府は、放射線は、人体の健康にほとんど影響しないという見解を、 現在でも堅持しており、アレクサンドル・ルカシェンコ大統領は、ベラルーシ国内の地の4分の1が、放射能汚染を理由に放置されていることは、認めがたいとして、バンダ・ジェフスキーが逮捕された1999年に、原発事故以来人々が避難していた、汚染地への再入植を施政方針とした。2001年1月13日、獄中から、ワシリー・ネステレンコ博士を通じて、 ベラルーシ市民に宛てた手紙を発表し、自らの無実とともに、過去10年間ゴメリ以大で国からの援助や資金を受けずに、セシウムの健康への影響を解明する研究に取り組んできたこと、自分の逮捕と習慣によって結果的に、ゴメリー科大学の研究活動が停止されたことへの遺憾を表明した。当時のゴメリ州の1999年の死亡率は、 出生率の1.6倍であり、国家存亡の危機にあると訴え、チェルノブイリ原発事故によって汚染された地域に、病理学と放射線防護の研究に関する国際、独立科学センターを設立することを呼びかけた。バンダ・ジェフスキーの投国に対する国際世論の高まりに押される形で、景気途中の2005年8月5日に釈放されたが、 5ヶ月間はベラルーシから退去することを禁じられた。その後、フランスのクレルモンフェラニ市長から招聘され、現地の大学や病院で、研究や治療に携わった。クレルモンフェラニ市は1977年から、ゴメリ市と、姉妹都市の関係にある。フランスでは、環境保護 NGO である、クリラッドの学術指導を行い、また自身の研究をサポートされている。現在、 ベラルーシを国外追放となり、ウクライナ・キエフ州のイバンキブ中央病院に勤務している。2013年からは、欧州委員会の支援を受け、地元住民の診療と啓発活動をしながら、科学と実践の論文集、チェルノブイリ、エコロジーと、 健康を https://chernobyl-helth.org スラッシュで公開している。突然死した43歳の心臓の病理組織増微慢性心筋細胞の誘拐、筋繊維感腐腫、著しい筋繊維の断裂が認められる。この心臓のセシウム137の放射線量は45.4ベクレル。 キログラム、ヒストロジカルマイカルジウムコンポジションオブ A43、イヤー、オールドドブリューシュレジデント、ラジオセシウムコンセントレーショニンハート45、ヨンベクレル、キログラムサンコーズ、正常な心筋細胞。右に見えているのは、プルキニエセイ、ヒストロジーオブ。ノーマルカーディアックマッスルズ プルキンエファイバーズアズレファレンス査読を経た英文論文を日本出版している。バンダ・ジェフスキーは突然死を含む被爆症に患者の病理解剖を行い、セシウム137の体内分布を調査した。骨格筋をはじめとして、心臓、腎臓、肝臓、甲状腺、狂腺,腺、腹腎などに高いセシウム137の集積と心臓の組織障害が認められた。 再生能力が高い骨格筋細胞と違い、心筋細胞はほとんど分裂しないために、セシウム137が過剰に蓄積しやすく、心筋障害や不正脈などの心臓疾患が弱気されやすいと考察している。さらに、セシウムにより、人間や動物の体内に引き起こされる、病理学的変化を、長寿命放射性元素体内。 取り込み症候群ミコールシンドロームオブロング、リビングインコーポレーテッドラジオイソトープスと命名した。スリアは、生体に放射性セシウムが取り込まれた場合に生じ、その程度は取り込まれたセシウムの量と時間で決まる。そして、その症候群は、心臓血管系、神経系、内分泌系、免疫系、生殖系、消化器系、尿排泄系、 肝臓系における組織的、機能的変異によって規定される。スリアを弱気する、放射性セシウムの量は、年齢、性別、臓器の機能的状態により異なる。小児の臓器と臓器系統では、50ベクレル、キログラム以上の取り込みによって、相当の病的変化が起こり始める。10ベクレル、キログラムを超える濃度の蓄積で、心筋における、代謝異常が起こり始める。 ベラルーシで医療活動を行った長野県松本市長の菅谷、明はバンダ・ジェフスキーの論文を読み、ベラルーシにいる時に心臓血管系の病気が増えていることを不思議に思っていましたが、この論文で納得しました。解剖した結果ですから非常に信頼性が高い。がんも去ることながら今後は福島の子供たちの心臓が心配ですと発言した。 封筒のデータによると2011年前後のカンムーリドミアク疾患の年齢調整死亡率の国際比較ではベラルーシが男性1位、女性2位、ウクライナが男性2位、女性1位、ロシアが男女とも3位の発生率の高さだった2011年に発生した福島原発事故についてバンダジェフスキーは以下のコメントを寄せている日本の子供が セシウム137で体重キロあたり20から30ベクレルの内部被爆をしていると報道されたがこの事態は大変に深刻である子供の体に入ったセシウムは心臓に凝縮されて心筋や血管の障害につながる1キロあたり20から30ベクレルの放射能は体外にあれば大きな危険はないが心筋細胞はほとんど分裂しないため放射能が 蓄積しやすい。子供の心臓の被く量は、全身平均の10倍以上になることもあるまた、被爆の影響は、胎児や子供に大きく生じ、遺伝の影響が次世代に現れる、可能性や、日本の食品の暫定規制値について、大変に危険とし、さらに食品に関する影響への懸念として、今後放射能が、土壌に浸透して野菜が吸収しやすくなるなどを、表明した。 体内に取り込まれたセシウムを体外に除去するための治療として、バンダジェフスキーは、粘土質を加えたペクチン製剤のペクトパルは最も有望な製剤の一つであると述べた。ペクチン製剤は、ジュあるが、ベラルーシで、比較的普及しているビタペクトの有効性について、2004年、妻のガリーナ・バンダジェフスカヤを筆頭に、ベルラド放射能安全研究所の所長を知り、 ネステレンコラとの協調で発表し、経口摂取されたペクチンは、消化管内でセシウムと結合して体外への排出を促進する効果があると考察した。ただしその後、ペクチンの効果は限定的であり、食物の汚染度を安全性の目安とするべきであると改めている。ありがとうございます。